ジョセフ・ジョースターをコスプレしたい気持ちで一生懸命に運動してます。マジ？え、どっちのジョセフなんだろう。あ、なんか言ったかの、そっち？だってそっちの方が好き。究極におじいちゃんになったあのジョセフ・ジョースターが好きです。あ、2部か。まあ、2部もかっこいいけどね。団長ね、おじせん。あ、でもこんなこと言うとごめんね、違うよ。団長はショタが好きだよ、ショタが。ごめんね、今ちょっと脳が破壊された。もしかして今ね、団長の配信を見てる小学生、中学生、高校生の脳が破壊される音がしたから。違うよ。そう、やばいやばい。中学生とかでね、 NTR の感覚を刻み込んだらね、ちょっと団長責任取れないからな。よしよし。団長をしてくれる人が団長好きです。ありがとう。 NTR 教えてください。誰か頼みます。 NTR っていうのは寝取りっていう意味だよ。ちょっといいのかな、教えちゃって。まあ、例えばね、団長とフレアは恋人同士なんだよね。団長とフレアは恋人同士だけど、そこにマリンがやってきて、マリンがフレアのことを取りますと。フレアとチュッチュイチャイチャチュッチュするじゃん。したらそれは団長にとって、あー、フレアを NTR されたって言うんです。マリンに NTR されたです。そう、フレアのことって。そういうこと。わかった？伝わった？伝わったかな。そう、よろしくお願いしますね。フレアとマリンを巻き込んでしまった。うん、分かりたくないです。分からない方が、知らない方がいい世界ではあるかな。